ワンピースバーニングブラッド。イエイ、ガレニア。Tudo bem com vocês? Quem fala aqui é o Kotaro Hitokiri. Vou trazer para vocês One Piece. Esse jogo aí foi lançado dia 21 de abril de 2016. Né? Pelos desenvolvedores é a série One Piece do anime, né? Foi lançado para PlayStation 4, PC, PlayStation Vita, né? E o Xbox One. Desenvolvedor é Sniper com Shot, né? O projetista é Tairin Kush, né? E vamos lá? Vamos testar? One Piece Burning Blood. Ok. Bom, a arte, o gráfico tá bonito, hein? Trazendo Full HD, tá, galerinha? Não tem mais do que isso. Ok. Vamos. Gostei. であるフォートガスティエースが公開処刑されると知ったルフィ、エースを救うため大監獄インペルダウンへと向かう。しかしエースはすでに処刑場マリンフォードへ送られた後だった。ルフィはインペルダウンの囚人たちと共に処刑場となるマリンフォードへと向かったが、おい、なんだあれは。何か空から降ってくる。こんな死に方嫌だ。止めろ、誰か止めて。これゴムだから大丈夫だ。まさかクロコダイル、それどころじゃないぞ。なんだあのメンツは。助けに来たぞ。世界を覚悟しろい。久しぶりだな、白ひげ。俺とお前との協定は達成された。なぜお前が白ひげをかばう。やっぱりこのおっさんが白ひげか。じゃあ手出すな。エースはこのおっさんを気に入ってんだ。追いつけねえよ。やるじゃねえか。
ってんだろうな。おめえの時じゃ命はねえぞ。うせえ、お前がそんなこと決めんな。俺は知ってんだぞ。お前海賊王になりてんだろ。海賊王になるのは俺だ。くそ生意気な。足引っ張りやがったら承知しねえぞ、あなったれ。俺は俺のやりてえようにやる。エースは俺が助ける。ありゃ全部死刑でいいんでしょう、戦国さん。無論だ。 OK、 どうぞ。トゥルトゥリアウ。OK。 俺に任せろ。エースが囚われている処刑台へ向かうルフィ。仲間たちと共に凍った海を駆ける。だがそんなルフィの前に一人の海兵が立ち塞がった。どけさしぎ。お前煙。そうだ、あの字って回廊石が入ってんだ。やろう。お前は俺が始末する。お前の能力じゃ俺には勝てねえ。 OK、 vamos lá。 Segure a especial X da K muito bem para defender。 OK。Isso que não me ensinou no especial. Mais rápido.
そなたは必ず生きてここへ来ると信じておった。これを兄の手錠の鍵じゃ。ハンコック、おめえってやつは、ありがとう、鬼切るよ。よいのじゃ、よいのじゃ、気にせず先を急ぐのじゃ、ルビー。ありがとう。行かせねえぞ、麦わら。パフュームフェブル。不届き者、控えよ。ここはわらわが通さぬ。海軍の邪魔をしててめえが後でどうなるか分かってんのか。O áudio deu um atraso aí, né? Warawa yurusareru. Ushou! Hayaku gouken shite! Ah, o level sobe pra... Pra idade. Ok. これに任せろ。戦場では白ひげと戦国の頭脳戦が始まっていた。会場では白ひげを執拗に狙うクロコダイルにドフラミンゴが手を組もうと誘いかけ、一挙に熱を帯びる戦況。走るルフィの前にもまたジュラキュール・ミホークが現れた。鷹の目、悪いが鏡、この力慎みはせんぜ。鷹の目、さあ運命よ、あの次世代の申し子の命、ここまでか、あるいはこの黒刀からどう逃がす。あんな杖のと戦ってる場合じゃねえ。俺はエースを助けに来たんだ。よし、かかる。ちくしょう。はっ。たいせきはカメラね。Não é pra desviar.
何しとんだこら麦わら。なんだよ、切ったのあいつだぞ。ゴムゴムの目がわら。やめたま、ブラババババ。死闘を繰り広げる海軍とルフィたち。そんな中、海軍が大きく動いた。戦闘丸の艦隊を白ひげ船団の後ろに回り込ませ、挟み撃ちにしたのだ。白ひげ傘下の海賊たちから狙え。包囲枠から外れた者たちを始末せよ。パシフィスタの猛攻で海賊たちは次々に倒れていく。一方その頃、モビーディック号戦場では、スカード無事だったか。さっきてめえに連絡を。ああすいません、おやっさん。後方参加の海賊団はえらいやられようだ。持てる戦力は全てぶつけてくる。後ろから追われるんなら望むところだ。俺も出る。こっちも一気に攻め込む他にねえ。そうですね、俺たちも全員アンテリア第4ガール。白ひげ海賊団のためなら命もいらねえ。スクワード、あんなところに。なぜお前がこんなことを。うるせえ。こうさせたのはお前らじゃねえか。スクワード、おめえ仮にも親に刃物を突き立てるとはとんでもねえバカ息子だ。バカな息子を、それでも愛そう。仲良くやんな。エースだけが特別じゃねえ。みんな俺の家族だぜ。海軍大将赤犬に騙され、白ひげの胸を貫いたスクワード。しかし重傷を負わされたにもかかわらず、白ひげはスクワードを許す。船を降り、グラグラの身の能力を振るい始める白ひげ。世界を破壊できる力を目の当たりにし、海軍と海賊たちは驚きおののく。OK, episódio 3. グラグラの身の力でマリンフォード島全体を傾ける白ひげ。対して分厚い鋼鉄の包囲壁で湾を取り囲む海賊たちを処刑台に近づけまいとする海軍。煮詰まる戦況に苦戦する海賊たちへ戦国は叫ぶ。これより速やかにフォートガス D エースの処刑を執行する。なんとかしねえと、急がねえと。あいつらもうエースを処刑する気なんだ。そうじゃな、なんとかせねば。あそこが唯一鉄壁の穴、どうにか利用せねば。頼みがある。なんだあれは、水柱。麦わらのルフィ。あらら、とうとうここまで。お前にはまだこのステージは早すぎるよ。堂々としちょるの。
ドラゴンの息子。怖いね、この若さ。あの無鉄砲さ、兄貴にそっくりじゃねえか。De jeito maneira. Ah, o golpe dele tem que ser perto. O golpe dele tem que ser muito perto. Nossa, Lucas, você tá... Você apanha fácil demais. Nossa, ele apanha fácil demais, velho. Bom, de toda forma eu tô ganhando pontos ali. セカンド。
まだだ。フェザーストップ。頼むぞ。いや、セカンド。遅いね。お前の爺さんは恩人だが仕方ねえよな。男一匹選んだ死の道。大将、これは一番隊隊長マルコ。OK。 俺に任せろ。マルコに助けられ青キジの攻撃を逃れたルフィだが、満身創痍のルフィの前に今度は大将キザルが立ちふさがる。だけじゃねえ。麦わらのルフィ、やっぱ力がねえのなら救えねえもんは頑張ったって救えねえよ。あっさ、こっちだよ。Ainda não sei para que serve isso. Acabou. おお、白ひげの采配にも焼きが回ったね。おめえともあろう男がそんな無謀なだけのゴミくずに先陣を切らすとはね。それ見たことか。だから言わんとふっちゃなっせべぬ。意気はあんの麦わらボーイ。イワちゃん、こいつはもう十分やった。手当てを。いらねえ、そんな時間ねえよ。邪魔すんな。エースは俺の世界でたった一人の兄弟なんだぞ。必ず俺が助け。おざくだけの異性の塊、若く無様、そういうバカ好きだぜ。OK, tá bem divertido, né, galerinha? 一人で三大将に戦いを挑んだが、ルフィは力及ばず敗れる。立ち上がれないほど消耗したルフィ。しかしまだエース救出を諦めてはいなかった。ルフィはイワンコフに一つの頼み事をする。
イワちゃん、最後の頼み聞いてくれ。やるだけやって死ぬならいい。戦わせてくれイワちゃん。今戦えなくて、もしエースを救えなかったら俺は後で死にたくなる。今戦う力を俺にくれ。だからバチャーシマ、バナータに死ねるじゃん。ドラゴンに合わせる顔面が熱ってるのに、このバキャベルメイ。わかったわよ、勝手にしやがれ。ルフィ、イワンコフにテンションホルモンを注入され、再び立ち上がったルフィ。またエースを処刑する気だ、あいつら。エースを救出するため、処刑台へとかける。モンキー・ディ・ルフィ。しまった、こいつら厄介だ。ニセクモ。はぁ、危険ダメージ。頼むぞ。おぉ、まずい。よっしゃ、なんだ、こうだぬ、こうぐ、が攻撃を受けて、強力な攻撃、超や低速、超や攻撃、危険、危険、危険、一本勝大、強力な攻撃。ダンプを危険攻撃を受けている。まずいか。あー、いやいや、なんと、オッケー、重大なダメージ、ダメージ、攻撃、警告、包囲力の武器を使う、攻撃、危険、ダメージ、跳躍、ロック、ダメージ、攻撃、はい、警告、ロック、すごい気に入ったかな。さらに攻撃を続ける、対応に、対応、強力な跳躍、カッコローディングエステ、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 エンポリオ、ハロッ、跳躍、ハロッ、決めるわ、重大なダメージ、ハハ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 ハ、超損失、なんと、ロック攻撃、低下、イワちゃん、任せろ、ダメージ、まずい、重
大な魔法使い。強力ダメージ攻撃を受けている。はっ、超やけど、はっ、はっ、麦わらボーイ落ちている。重大な魔法使い、なん超ロック、麦わらボーイ落ちている。攻撃を受けている、ダメージ強力な攻撃。カノナマセ、エンブシュッセ。さあ、エアタックに出せよ。バズーカ。ダメージ、ダメージ。ゲーム。ゴムゴムの。強力な攻撃。Ah, tá. Defesa, 3 barras. Ok. É, eu não curto muito essa onda de troca-troca de personagem, não. ダメージ。麦わらボーイ落ちている。攻撃を受けていく。回避が危険。強力か成功。岩ちゃん任せろ。攻撃を受けている。はっ、麦わらボーイ落ちている。はっ、攻撃ダメージ危険。せい、モアハンコック七部会。おい、危ねえぞお前。攻撃中止、味方だ。そうか、お前ら味方か。ありがとう、ハンコック。待って、名前を。うん。É, quando dá muito ponto assim, não é à toa, viu? Nossa, deixa.
俺に任せろ。ルフィの目の前で倒れたマルコ・ジョズ。海兵たちの一斉攻撃を受け満身創痍の白ひげ。しかし心は折れてはいなかった。息子たちの明るい未来を見届けねえと俺は死ぬわけにはいかねえじゃねえか。未来が見たけりゃ今すぐに見せてやるぞ白ひげ。やれエーサー、見ろ白ひげ。やめろ。覇王色だ。おいおい、マジか。あの小僧。ルフィが無意識に発動させた覇王色の覇気に圧倒される人々。白ひげが叫ぶ。野郎ども、麦わらのルフィを全力で援護しろ。一大事よ麦わらボーイ。世界一の海賊がバナータを試してる。バナータ、白ひげの心当てに応える覚悟あんのかって聞いてんの。キャブラウ、白ひげのお金がなんだか知らねえけど、俺がここに来た理由は初めから一つだ。余計だ麦わらボーイ。高の目だ。おし、はかれ。おお、あおお、このゴムのスカトリング、このゴムのふっけやこちらの番だ。よっと、このゴムのゲット。あだだ、ほっ、よっと、このゴムのうならすわ。こちらの番だ。ねえ、ねえねえてん。クロコダイル、今虫の居所が悪いんだ。気付けな、鷹の目。乾きが欲しいか。白ひげの配下とともにエースの元へ向かうルフィだが、鷹の目のミホークの一撃が覇王色の覇気を放ったルフィを追う。それを押しとどめたのはミスター・ワンことダズ・ボーネスとクロコダイルであった。クロコダイル、今虫の居所が悪いんだ。気付けな、鷹の目。おもない。おめでとう。行くぞ。ほら、ジーンメラカドさん、
como que eu sou anti-herói, né? Eu não consigo chegar no Luffy não, mas o anime é bom. O corte de espada dele foi rápido, hein? Nossa, os cortes de espada dele é foda. Tá mais um, bora. Ui, esses cortes de espada dele dá uma... Nossa, ele tá complicado, né? Eu não sei jogar com esse personagem. Nossa, ele é complicado, né? Ele na espada aí fica difícil. Nossa, certo que não, né? Nossa, ele não deixa, cara. Tá doido. Não deixa, não deixa fazer nada. Quem tem que lutar com você é o Zorro. Ah, eu não consigo, velho. Difícil demais. Tá doido.
Ok, então esse aqui é pra ganhar personagem. Beleza. E parece que tem mais missão secundária, né? Também, ó. Tá, vamos entrar nisso aqui. Mihawk を破ったルフィは勢いに乗り、祖父ガープをも下した。息上がるルフィたち。しかし海軍も掲げる正義と誇りをかけ、ルフィの前に立ち塞がる。Pesadão, hein? ザルを白ひげに任せ、ルフィはついに兄エースの待つ処刑台へと到達する。しかしそこには最後の砦として立ちふさがる海軍元帥戦国の姿があった。鍵あるんだ、待ってろ。ルフィ、お前、待て。私が逃がすと思うな。戦国、私の手で処刑するのみ。ゴムゴムの巨大顔。
崩すな！処刑台が崩れる！何が起きた？エースはまだ死んでいないぞ！撃てや！処刑台ごと吹き飛ばすな！危険は生身だ！生きちゃいない！お前は昔からそうさ、ルフィ。俺の言うこともろくに聞かねえで無茶ばっかりしやがって。エース危険のエースが解放された。やったぞ麦わら、エースを奪い返したな。気抜くなルフィ。おう、しますか。エースさん、ルフィ君。戦えるかルフィ。もちろんだ。危険のエースは非ロギアだぞ。絶対に逃がすな。お前に助けられる日が来るとは夢にも思わなかった。ありがとうルフィ。白ひげのおっさんたちが助けてくれたからな。うひょー！はい。Meu, tem bastante luta, hein? Vamos dar uma volta aqui no menu principal? Tá, pode tirar. O Najimi no Yatsu Hade ni Toruku Shitoki aí. Ore ni Magazero! Shinderu!何もかもさ、俺の力試してみるか。おお、任せろ。少しも、あ、私仲間になっていいですか。ちょっと言ってくら。私を仲間に入れて。ええ、deixa eu ver。Estou de busca de pirata, personagem de batalha. Igzo! Yarodomo! Kanarazu Yakunitas! Kari no chikan da! Onore no seigi ni shitagau dake da! Ikimasu! Ore o tsukai konaseru kana?Ah, isso aqui é pra gente ver eles. Beleza. Tá. Personagem de apoio. Nossa, de apoio tem bastante, hein?
Ok. Vamos ver o que mais tem. Coleção. Versus. Batalha livre. Online. Batalha de bandeira de piratas. Ah, tá. Aqui pra criar a tripulação. どうしてだわいな。手配書が鍛えるとなれば私は甘くないぞ。鍛え。どれも手強い手配書ばかりだから心して挑むだわいな。 Você tem que liberar muita coisa. Ah, tem. Tá, peraí. É, tem que liberar muita coisa. Não. É, eu acho que deu pra. One Piece! Parindo, Brado! Acho que deu pra gente conhecer bastante o jogo aí. Mostrar um pouquinho da campanha. É, provavelmente deve dar pra gente jogar com os outros personagens, só que a gente tá fazendo a campanha inicial do Luffy, né? Mas eu acredito que deve liberar mais aí os outros personagens, deve ter muito mais coisa, né? Só jogando mesmo. É um jogo muito bom, gostei. Tá com um gráfico bem bonito, a música bem bacana, bem otimizado. E é isso aí, galerinha. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem que faça continuar a saga desse jogo, deixa nos comentários, dá like pra gente saber que vocês gostaram do vídeo e querem continuação, beleza? Então é isso aí. Gotaro Hitokiri, Seiniki. Falou, até mais. Fui. ブラックホーム!